はい、舞ちゃんがカゴの中います。さてさて、晩ご飯の用意ですな。昼間作ったのがまだちょっと残ってるでしょ。焼きそばもちょっと残ってるし、かぼちゃもあると。なかなかね、昨日の汁がちょっと残ってて、お煮しめがあると。さて、くしゃみ出ました。なんでくしゃみ出たってくしゃみ出ましたって言うんですかね。他に考えようないだろうお前ってね。さてさて、ずいぶんなくなりましたね。だいたい土曜と、水曜、木曜、水曜か木曜ぐらいに肉は買うと、ちょうどなくなっちゃったね。これね、結構いいのね、もも肉だから、これちょっとテリテリっと焼いちゃいましょうかね。これがね、牛丼にちょうどいいんですよ。こっちが牛丼にちょうどいいんで、これは牛丼にしよう。牛丼だね。で、なめこがいますから、これ、なめこをこう、醤油で煮ればいいんじゃないですかね。で、ロール白菜がね、なんとしぶとくもまだ残ってる。これ食えるかな多分大丈夫ですよね。牛丼は、単純に作ればいいですね。汁でね。よし、ピピになってます。よし、やるぞ。テリテリはね、これ、ハケでテリ、テリ入れてみてありますからね。よいしょ、これは昨日の汁でしょ。これそのまま切ります。うまいんだぜ。うまいんだぜ。鶏の照り焼きはこれでね、ちょっとやってみます。いやー、今日疲れました。もう、一生懸命。やっつけたから。おお、なんか意外と早く今日は終わると思うんですよ。これね、まずは、鶏肉の照り焼き。鶏照り。鶏照り。ちょっとまずどうするかな。ちょっとまず手で洗って。手を洗おう。みんなで手を洗おう。こんな豚肉あったっけ。これ二つやっちゃおうか。焼き鳥にしようかなと思ったんですけどね。これで、あ、なんか焼いてもうまそうだね。うん、これにハケで醤油つけていけばいいか。このまんまだとでっけえな、多分な。あんまり細かく切ると縮んで面白みがないし、あんまでかいと、ハケで、なんか塗ったりするときにちょっとやりづらいよね。これでいくか。よいしょ、こういう感じでね、1,2,3 と。だいたいももってここがこう、ここが2つ分かれてここ1つって感じですよね。うん、これなかなかいいやつですね。ここちょっと叩いておきたいよね。あれ、ちょっと違う切り方してるね。2つで違う切り方をしたね。まあいいや、ちょっと塩をつけないといけないね。塩をね、よいしょよいしょよいしょ。やっぱり5分で返して、残りでまた煮ていく感じですかね。はい、じゃあまずはこの人たちは行きます。
なめこ汁でもうまいんだけどね。まあ、やめときましょう。今日は雪ひらにこのまんま入れて入れちゃいましょうかね。水で洗うとなんかうまいとこがみんな逃げそうですよね。このまんま酒でわーっと煮ちゃおうか。もう十分洗われてると思うんだよな、このなめこって。うまいところが逃げそうな気がするね。はい、じゃあこのまま行きましょうか。酒振って、あーそっか、板クラフトでやった方がいいかな。板クラフトでやってみよう。無水鍋でやってみたことないけど、ビタでやってみよう。ビタで蒸しになるからね、こっちがやっぱね。少ない量のこれ入れていって、このぐらい入れてやって、なめこの酒蒸しだよね。ちょっとこれでカタカタというまでやってみようか。カタカタというまでやってみようじゃないですか。カタ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 だ。それで次はいっちゃんでかい雪平だね、これ。汁用の雪平。ちょっと今日昼間いろいろやったから、思ってますね。雪平の汁。このくらいでいいと思います。醤油で味をつけるんだけどね、酒でこうやって煮て、砂糖入れて醤油かな。砂糖入れると多分甘くなるよね。どんなだろうな、やったことない。これそうだよな、58年生きてきて初めてだからな。お、水がね、上がってきましたね。こうなったらもう弱火で。うん、弱火でいきましょう。それで、こっちは、玉ねぎだね。ねえねえ。ね、玉ねぎ。お、一個、玉ねぎ一個。ね、牛丼はね、玉ねぎを薄く切る方が好き、僕は。牛丼。あ、牛丼と油がこう、適切に入ってないと美味しくないでしょ。で、なおかつ薄くないとダメですよね。この肉ちょうどいいですね。いつもあるわけじゃないよね。これね、買われちゃうのかな。で、390いくらでしょ。全部は使わなくていいと思うんだけど、いい音してきましたね。玉ねぎのね、甘みがしっかりと出るんですよね。それが美味しい。もうなんかこれは大変だ。
ちょっと醤油多かったかな。醤油が入るとまたいっぱい水出ますよね。ちょっとだけ水入れよう。ちょっとだけ水入れましょう。一番弱火でね。一番弱火でいきましょう。でこっちは。あれもうこれで終わり？早いな。はい、ピピピになりましたね。玉ねぎが水を持ってきました。畑から水を持ってきましたね。こっちはこれね、はい、グリルです。魚焼き器でね、これを焼くっていうのもちょっと焼けてきましたから返していきましょう。ほっほっほっほ、これはうまそうだね。ここでネギも一緒に焼けばいいのか。うん、よし、よいしょ。5分ね。ネギネギ。こっちは。出汁って何かな。やっぱいらなかったな、水な。まあいいか。ちょっと煮飛ばさないとダメですね。こちらはこれでしょ。牛丼はね、これこの出汁と醤油だけ。あとは牛の味。もう十分うまいですから。玉ねぎをよく煮てるところにね、なんかあの昔の日本で一番最初にこう大ヒットを飛ばした牛丼屋さんがね、好きでしたね、僕はね。もう豆腐なんか入れてるとうまいですよね。ネギネギだな、ネギ。暴れるでない、暴れるでない。これ出汁いらないかな。こっちも、こっちも頑張ってますね。これね、失敗したね。水いらなかったね。うん、まあ美味しい味だ。うん、これは美味しい。了解。はい、それでこのネギだね。
これは。これと見ちゃおうか。あんま良くねえな。まあいいか、このぐらいで。ここに入れて、うわあ！あぶねえ、前見たら食われてるね。はい、はい、水で洗いました。3秒ルール。おいおい。これこうやって旨味をネギに渡してみたいんだよね。舐めております。まいちゃん舐めております。おいおい。楽しいな、お前。なんか突然空から降ってきたって感じだろうね。はい、こうごめんなさい、これ実際落としたの洗いました。はい、よいしょ。もう1、2、3、5分。なんか水が濡れてる感じだね。はい。あっちがもうこれがいいくらいですね。これはね。こっちは。ちょっと動揺しております。ああ、しとしとにね、しとしとになりました。これね、玉ねぎがしとしとになる頃、このお肉を入れてやります。これまたしとしとになるまで煮てやります。このね、薄さ、油の多さ、これが大事ね。この、だからこういうのは肉奥さんが買ってきて、で見た時に、ああこれならいけるって感じになるんですね。でこれ作っちゃうんですね。で、ここに醤油だな。もうちょっと水多くてもいいかもしれない。もうつゆだくで牛丼なんて最高だよね。つゆだくあのご飯に染み込んだ牛の味がうめっただしねやね。ちょっとよく煮といてやるといいですね。こちらはどうでしょう。あ、ずいぶん飛びましたね。ずいぶん水が飛んだんで、この大根おろしで振り込みますよね。大根おろし、おお、だんだんナマコの味が出てきましたね。こっち味見してみよう。もうちょっと濃くてもいいかもね。いやー、これでもいいような気もするしな。最近冷めると味が落ちるんだよね。こういう口の味にしておきましょうか。これだとちょっと少ないかな。もうちょっと肉に入れてあげようか。この油がね、完全ひとひとに出てきてしまいますからね。それがまたうまい。こちらは、あ、これはもういいかな。ビタクラブと最強だね、こういう時は。ビタこれでいいね。もうちょっとだけ煮ましょう。それでなめこの水分が飛べばいいでしょうね。マッチはもう、どうだろう。
おお、うまい。うまい、うまい、うまい、うまいだ。じゃあこれ OK。こっち。じゃあ最後こっちね。ほら。焼けてきとる、焼けてきとる、焼けてきとるぞ。グリラーでやるのとね、ちょっと雰囲気が変わりますよね。はい、じゃあこっちに一旦あげましょう。パリパリになりつつあるところを重点的にね、醤油をかけて、醤油とみりんをかけて、これから何度も行き来しますんでね。まだまだこれからだよ。本当にこういいですね、これね。完全に見えたね。そこが焦げ出すと悪いからね。もうちょい見ようか。もうちょい感じかな。よし、そっちだな。あとは集中してそっち。牛丼は OK。 ここにね、豆腐入ってもうまいんだけどね。入りすぎるとあんまうまくない。これ牛がもうごっそり入ってる感じ、これがいいですね。でもこれ350円の半分の150円分だからね。うん、それはなんかお得よねって感じしますよね。こっちもね、もう火止めて OK。 よし、いいぞ、もうこれでいいぞ、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 いいぞ。じゃあこっちをね、ちょっと細かめに見ていきましょうか。うるさいね。お母さん帰ってきたかな。ちょっと今買い物行ってますよね。ここちょっとこう切れ目入れておかないといけなかったもんね。ほんとこう醤油とみりんだけですからね。はい、もうちょい行きますか。10つってから、これ今上に当たったのかな。
そういうわけじゃないよね。はい、じゃあそのまんま、じゃあもうちょいこっちをいじくって、もうおじいちゃんの番号できたな。よいしょ。焼き鳥はね、あの練馬がねうまいからさ、あのグリラーでやってもいいんだけどね、これでもいいと思いますよ。魚焼き器もこまめに出し入れすればね、ハケか出してきたんだけど、なんか使わないで済んじゃったな。ここにハケが入ってますね。醤油が入って、汁ができて、なめこがあるから、大根おろしか。大根おろし。なめこはやっぱ大根おろしとね、一緒に食わないとダメだよね。デイコンがあります。デイコンがね、デイコン。デイコンおろしかな。あ、もうちょっとまた。本当に豆にこれ見てないとダメですよね。ほら、もうここら辺なんか焦げかけてるからね。焦げかけてるところに応援ガンが来てね、焼く。焦げかけてるところに応援ガンが行って焼く。おお、危ない危ない。ねぎ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 もいいね。もうね、ネギこれ下手に使うと死ぬよ。手尽くしはさ、熱くなるところがいいところで悪いところだよね。で、この辺を置くから、なかなかうまそうじゃない。なんか奥でバチバチ音がするよ。下の方が強火だよね、このオーブンね。これ上下でなんか火力の調整できねえところがちょっと残念だね。うん、うまいね。ちょっとしょっぺぐらいだぞ。じゃあこれで最後はこのまんまパリッと焼いちゃいますか。皮が上の方がいいのかな、よくわかんない。ネギは落ちねえようにな、気をつけろよお前ら。これでネギまになるよね。一生懸命マイちゃん舐めてます。はい、ラスト5分 OK。 じゃあこれで、一段落。じゃあ大根するか。大根すったら飲み出すぞ。おう、ね、ロール白菜ちょっと前なんですよね。まだ大丈夫だね。ロール白菜はロール白菜で食べれますからね。これは大根おろし。よし、手なんですね。こっちで一個なかなかいいですよ、これ。
随分前から。キングのスプレーザーだっけ、なんかのやるのに使えますよね。手すり下ろせ落ちかないよね。スライサーと大根おろし器っていうのはやっぱり手の天敵だよ。辛いかな。でもこれ粗削りとなるから辛くはないよね。ほい、まゆだーん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 。死んだ。よかったね、まゆ。はい、では、一口飲みましょうかね。よっしょ。ちょっとタレ今度工夫しますかね。今日はちょっとあまりに簡単すぎたかもしれない。はい。おお、うまそうじゃの。まずはネギを落ちる前に揚げてあげましょう。ネギね、ネギを注文。もう乾いてるね。もうちょいいきますか。この人がちょっとまだ生っぽいね。この人はもう良さげだね。はい、じゃあ君もういいよ。はい、君ももういいよ。もうちょっと、お前もうちょっとだな。これ最初に落ちたやつね、脱走犯。早く。じゃあちょっと切ってみようか。老眼鏡がなくよう見えるんだな。老眼鏡がないからね、見えないのつらいよね。ね、このまな板でこういうやつ切るときは写真包丁がいいです。おお、うまそうじゃねえ、うまそうじゃねえ。うん、うまい。これはうまいわ。うん、これもこういう風に切って食った方がいいよね。うん、これはいいね。気に入りましたよ。気に入りましたよ、マサヤさん。誰その偉そうな貴婦人。貴婦人かよ。貴婦人かね。はい、じゃあ貴婦人。おお、これはいいね。もうこれいいだろうな。貴婦人が参りました。貴婦人が参りました。ここはどうかわかんないね。けどやってみましたからね。うん。はい、じゃあ貴婦人が来ました。貴婦人。危ないね。こういうの持ちゃダメだって、一個しながら自分でやってるよね。うん。はい、じゃあ貴婦人。これちょっと、これは良さげだね。これが危なげだね。
まあ大丈夫だ。あち。皮の方から切った方がいいね。これはね。熱い。よし、これで OK。ということで、盛り付けを始めますか、おじいちゃんの分からね。うん。まずはこの辺、貴婦人。貴婦人だってさ。貴婦人なり。ね、貴婦人、言いましょうか。うまそうじゃな。お前のところをこういうふうに持ってあげよう。年寄りはやっぱり口小さいんで、口小さくね、切ってあげると良いですね。ネギはね、まああの、ちょっと風味を出すレベルでね、歯に挟まっちゃうんだよね、うちのじいちゃんね。うん、まあいいでしょう、これでね。はい、OK です。そしたら、あ、なんか電池なくなりそうだね。お昼のやつね、これをこうやって持ってあげよう。椎茸に玉ねぎに人参に豚のバラ肉に玉ねぎ、これね、OK ですね。ピーマンも入れたい。ほら、青みが出たぞ。うまそうじゃな。で、かぼちゃだろ。かぼちゃ、なんか俺かぼちゃ真ん中に乗せたがるよね。やっぱ全ての中心はかぼちゃだからかな。何を考えてるんだろうって感じだね。キャベツはあるし、これでこれだろう。あんまり品数がないね、今日は。あれ、これも品数終わりだわ。そっか、昆布はちょっとね、何時間かで食えますから、昆布のせちゃえ。刺身いきますか。刺身はね、落ちちゃった。ということで、この小鉢にね、小鉢になめこが入りました。おお、なんか豪華そうだね。で、ロール白菜がね、ここにいますんで、この人を大丈夫かな。うん、まだ食べれますね。こうやってやるともう全然別な料理になっちゃうよね。で、おじいちゃんって年寄りは口が小さいから、一口の大きさを小さくしないと食べれないんだよね。でこう切るの自身がもう随分苦手になってるから大事だね、これ。